そしてその後このカナダの国旗に送られて世界チャンピオンへ向けてテクニカルトップのエルヴィス・ストイコ。なんといってもジャンプですね。はい、どうですかと聞いたときに Go for it と一言答えてくれました。はい、練習では4回転を2回決めています。もちろん彼も4回転をね、挑戦すると思いますよ。はい、プログラムでは最初の大技はルッツ。膝の柔らかさ、非常にしなやかなスケーティングですがジャンプには定評があります。降りた後のランディングが非常に大川さん粘りがあるんですよね。もう綺麗ですね、特にね、この人のね、ルッツジャンプのね、トーの仕方なんてもうまっすぐですからね。はあ、もう基本に忠実ですよ。トリプルアクセルから、うわ、これもトリプルアクセル、トリプルトーループ、もうキャンデロラつかずのね、ジャンプでしたね、はい。思わず会場から拍手が湧いていますが、独特のこのストイコのスローパートの表現力。さあ、先ほどウルマノフは4回転コードロップに失敗しましたが、決めた、トリプル、トリプル、セカンドジャンプもトリプル、なんていう人ですかね。すごいですね、4回転3回転、とうとう本番で大技をやってのけました、カナダのストイコ。もう審判員も拍手したいでしょうね。3回転が非常に簡単に見えますね。そうですね、トリプルループです。はい、降りました、トリプルアクセル2つ目。ダブルトーループ、限りのあとストップです。トリプルサルコー、もうこれで6種類のトリプルジャンププラス4回転を制覇ですね。はい、デッドロップ、
4分33秒、完璧な演技を見せたカナダのエルビス・ストイコ。観客はほとんどの観客が総立ちです。いや、今までにこんなに素晴らしいジャンプの選手をね、見たことないですね。本当に見たことがないですね。それも4回転付きですからね。これは、まあ、もう何と表現していいのか。このみどりさん、このストイコの集中力ですね。もうすごいですね。本当にもう、ね、もう本当にもうどの選手もこう一生懸命やってるのが、こう見てる私たちに、そしてテレビのスケートファンの方にこう、ね、通じて、やっぱりフィギュアスケートって感動を与えるんだなと思います。いやー、みどりさんも放送席でね、もうこれです。何か、見ましょう。これ4回転1回、2回、3回、4回完璧に降りて、このあと1回、2回、3回、うわあ、いやー、とうとう出ました。アメリカが 6.0 フルマーク、技術点で 6.0 が出ました。技術点で 6.0 はね、男性ではもう本当に、これはちょっと記憶にないですね。すごい。いやー、素晴らしい。さすがに表現力、アーティスティックではアメリカも 5.7 という得点ですが、それにしても完璧な演技を見せたエルビス・ストイコ、もちろんトップ。カンデロの2位に落ちました。